今日は県内で新たに3844人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました日曜日としては過去最多を更新しました新たな感染者3844人を自治体別に見ますと浜松市で1087人、静岡市で972人、岩田市で230人沼津市で175人などとなっています 一日当たりの感染者数は先週と比べ五十四人増加し、日曜日としては過去最多を更新しました。コロナ患者用の病床使用率は県全体で七十二点一パーセントで、県中部では七十八点七パーセントとなっています。また岩田市の鈴かけヘルスケアホスピタルで二十四人が感染し、新たにクラスターが発生したと認定されました。